どうもお疲れ様でございます。まあ、大川里穂さんのことですけども、幸福の科学の皆さんからは、まあ、定期的に私のところにね、あの書物が届けられていて、まあ、それ全部私目通してるんですよ。で、聞くところによると幸福の科学の会員さんですらそういうの読んでないらしいんで、多分私の方がもう詳しいんじゃないかなとうぬぼれているところでございます。実際ね、幸福の科学の方とお話してても私の知識量に多分ついていけてないんで、もうそんなにね興味があるわけじゃないんですけども、もらったものを読むだけですからね。別に検索かけて調べたりとかしてないんですよ。まあ、その中で、ね、大川里穂さんっていうのは、まあいろいろありますけども、一財産築いた人ですから、これから跡目争いとか遺産相続とかね、ものすごく大変なことが起きるんじゃないかなと思います。で、長男さんはすでに幸福の科学を離れて、まあ、今 YouTuber 活動していてね、自由に暮らしてるわけなんですけども、やっぱりね、そうは言っても父親と和解できずに、こういうふうなね別れをしてしまうっていうのは、まあいろいろと思うところがあるんではないかなと思いますし、まあ特に幸福の科学私好きだったわけじゃないですけども、まあでもね、すごいことをした人だなというのは分かります。というのが、多くの方が大川里穂さんの言葉に癒されてお金を払いたくなるぐらいやっぱ信心したわけですよね。まあ、それによって自分の人生を幸福の科学に決めたっていう人もいると思いますし、そこだけ見るとね、やっぱ宗教の力ってのはすごいなと思いますし、宗教って言っても人がやってますからね。だから大川里穂さんの力はすごいなと思います。まあ、最近ではインフルエンサーって言って、まあ、VTuber とかね、 YouTuber とか、あと Twitter のなんか人気フォロワーとかいると思いますけども、全然かなわないじゃないですか、あの大川里穂さん一人に。だからね、やっぱ浮かれてらんないなと思うんですよ。いくらね、なんですかね、ライブ放送して同時接続がね1万人とか2万人とか言っても、大川里穂さんほどの力はないわけですよ。言ってみれば消し粒みたいな存在なんで、浮かれてることはないかなと思います。やっぱこの宗教がすごいというよりも、やっぱ大川里穂さんっていうのは当時ね、宗教しかインフラがなかったんで、宗教というインフラを使って多くの人に語りかけましたけども、例えば大川里穂さんがじゃあ、自分のね30代ぐらいにツイッターが始まりましたって言ったら、多分ツイッターでね、やっぱ100万人とか500万人のフォロワー持ってやってたんじゃないかなと思います。もっとかなと思いますよね。まあ、そのぐらい人が発する言葉には人を引きつける力があったり、逆に人をね萎えさせる力があると思うんですよ。で、大川里穂さんは何にしてもね、自分の言葉で多くの人の心をわしづかみにしたというところでは、いわゆるね言葉の魔術師だったのかなと思いますし、そのぐらい人の幸せを願う言葉を知っていたのかなと思うんですよ。本心がどうあれね、やっぱりこうどんなコミュニケーションしたら人が振り向いてくれて心を止めてくれるのかってことをよくよく理解してた本当のメンタリストだと思います。もう大悟さんとかも全然かなわないところだと思いますよ。その分だけ敵も多かったと思いますし、また今回ねお亡くなりになったら、大川里穂さんの死を悼むよりも、じゃあ誰が遺産を引き継ぐのかみたいなことになってくるわけですよね。これがなんかね、寂しい人間の組織だなと思いますよね。本当に大川里穂さんが神としてですね、君臨してるんだったら、マイトレイヤーですか、なんか君臨してるんだったらね、全部なんですか、棺に詰めてあの世に持ってってもらえばいいのに、なぜかね金品財産、それから不動産、証券、債券、こういったものは全部ね人間で分かち合おうというね、現世に留めてどうすんだみたいなところがありますけど、だからいっそのことね、なんかこうどこですかね、ウガンダぐらいに全部寄付するぐらいのことはできないのかなと思っちゃいますけどね。それから宗教絡みなんですけども、ちょっと前には統一教会のことでね、随分とマーケットは賑わってたと思いますけども、それから幸福の科学じゃないエホバの証人さんも最近はねよくね出てきてますよね。輸血拒否だとか暴力沙汰だとかかね、やっぱこう宗教っていうのは、まあ人間が生きてる以上必ず存在して、宗教を無視してる人も無視するという行動をしていることによって宗教に支配されてると言ってもいいですしね。それからやっぱりこうあんまり影響力はないにしても、まあお正月にはねちょっと意識するところがあったりとか、何らかの信心をしてるわけですよね。で、何にも関心を示さない人も、例えばねなんか自分に対する偶像崇拝をしていたりとかね、まあ、自分のことを信じていたりとか、まあ、結局どっかに心を奪われてるのかなと思ったり、迷ったり、それから立ち止まったりね、後悔したりとか、まあそれ全てこれが宗教ってやつですよね、きっとね。まあ大川里穂さんが何の憂い迷いを持ってたのか分かりませんしね、私たちがね、どういうふうにここから生きていくのかってことはまだ分からないところが多いですけども、まあでも私たちはその宗教団体じゃなくても一つのね企業とか事業体とか地域とか本当に小さなコミュニティですら右往左往してるわけですよ。そのなんかね
ことの小ささに比べたら、やっぱこう幸福の科学っていう一つの団体を打ち立てて、そしてこうやってねお亡くなりになったことが多くの人に衝撃を与えてね、多方面からコメントが寄せられるっていうのはなかなかこれはねすごいことだなと思いますよね。まあ安倍総理がお亡くなりになった時もいろいろとそれこそ世界からいろんな声が届いたわけですけども、まあね私の場合はねあいなくなったのみたいなもんですよね。きっと何人かがため息をついてくれるぐらいで終わると思うんですけども、そういうことを考えるとあんまりねこう世の中にかける影響力ないのかなと。ところでさっきねツイッターでねなんかいろいろ言ってたらなんかこう文句言ってくるやつがいるんですよ。何だったかな、ちょっと詳しくわかんないです。多分あのガーシーみたいな国会議員が増えればいいのになってつぶやいたら、お前なんかこの何国を破壊するつもりかみたいに来るわけですよ面白いでしょ。あのガーシーが増えたぐらいでこの国はどうにもならないですよ。どのぐらいこの国がね弱っちいもんだと思ってるのかなと思うわけですけども、そもそも私がツイッターでつぶやくことによってどんな影響力があるんやみたいな思うんですけども、何を恐れてね私みたいな弱小ツイッターアカウントに対してよしよし見つけたぞっつったらね攻撃してくるんでしょうね。もっとなんか影響力のある人のところに行けばいいのにね、だからなんかこう小物は小物にねまとわりつくみたいなところがねそのまま出ていたかなと思って、なんかお後がよろしいようで。じゃあ大川隆法さん、まあ現世にあっても来世にあっても偉大な人であるのは変わりないと思います。お悔やみを申し上げて、まあ今はねお隠れになったところからこの世をしっかりと見据えていただければと思います。それではいってらっしゃい。